にちは。フィリピンのネグロス島からお送りしています。今日もまた泳ぎに来ました。エムナスビーチリゾートというところのビーチです。あそこですね、エムナスシ。ちょっと遠いかな、海は遠浅なのでかなり歩いても、あ、足が立ちます。ライクです。こんな感じです。すごく遠浅です。今日でフィリピンに来て、ここに来て何日目だろう、10日目か11日目ぐらいですかね。あと大体10日ほど滞在する予定です。朝は日の出が見えました。別の動画でお送りしております。その後またスコールが来て大雨だったんですが、今またいい天気です。友達と一緒にお昼ご飯を食べに来てます。僕だけ、泳いでます。そうですね、今回の旅はいい旅です。いろいろかん、もう一度なんていうんですか、もう59歳なんですけど、まだまだ至らない私はまだまだ思い悩むことがたくさんあって、そうですね、まあなんとかなるさみたいな感じで、これからもなんとか生きていこうと思います。僕を産んで育ててくれた母さんや、それから父さん、あるいはお世話してくれたいろんな人たちに感謝する方法としては、とりあえず自分が人生に絶望することなく、おかげさまで楽しく生きてますと、そう言えることが一番大事かななんて思ってます。それではまたもうしばらく泳いで、昼ご飯食べに行きます。昼ご飯に向かって歩いてます。エムナッシーというレストランです。